や、皆さん、あれ、何、クマさん、僕たちの出番でいいんだよね。いいんですよ。ねえ、うん、いいんだよね、本体さん。うん、グーサイン出てるからいいね。ああ、あれグーサインって言うんだ。え、グーサインってグーチョキパーのグーかと思った。何それ、グーだったらさ、やんのかこにゃろうになってしまうからさ、出てこいよこれ。わかったから、クマさん。そういえば僕たち、お久しぶりーふ、ブリーフ、どう言ってほしいの、私。お久しぶりです。お久しぶりです。ご機嫌うるわしゅ。ええ。さて、今回は音質についてをテーマにしていきたいと思います。はい。まあ、音質って言ったら僕だね。なんで？僕はね、こう見えても音質のスペシャリストなんだよ。まず随分偉そうなことをおっしゃってますけど、音質って嫉妬したり悪口言ったりって、だいぶ褒められたことじゃないってことをご存知なのでしょうか？音質効果がスラスな、クマさん。分かってますがな。まあ、だからその音質っていうのは結局は何なのっていうところさ、僕はやろうと思っているのです。はい。んで、英語でソーカさんが本体、はい、グーの人、やんのかこにやろう。分かった、出てこいや。分かったからごめんって、クマさん。はい。音質ってどういうことなのかっていうことをここにメモで書いてくれてますので、僕、音質のスペシャリストが読もうと思います。あ、そういうことね。はい、では参ります。はい、お願いします。学会員だからって人間じゃん。え、ごめんなさい、どういうこと。あ、だから学会員だからって人間じゃんっていうところから本編がスタートします。あ、そういうこと。はい、では参ります。はい、お願いします。学会員だからって人間じゃん。そこら辺にいる一般ピープルなわけ。うん、私も含めてね。そうだね。学会もそういう普通の人の集まりなんだから、まあいろんな感情が出てくることはもちろんあるのよ。まあそうですね。こんにちはと同じぐらいよく耳にするのは、ん？え？まあだから、こんにちはと同じぐらいよく耳にするのは、あ、頻繁に聞くってことね。そう。役職を持っている人に対する感情。なるほど。幹部なのにっていうのはよく聞くわね。うん、まあね。何気ない一言が3万倍くらいに膨れ上がって浸透していっちゃったりする。まあ何気ないのも気をつけてよって、本当はね。うん。あとは、世代差に対する感情。うん、どういうこと？昔頑張ってたじいちゃんばあちゃんが今の若い世代に持つ感情だったり、自分の感情をストレートに出しちゃうおばちゃん。まあ確かに。はい。ということで、多種多様ないろんな人が集まることで起きるこういった摩擦や、やんのかこの野郎っていうこのグーの感情。そこでさっきのグーが出てくるのね。かかってこいや、もうなんなんだよっていう、その自分から出てくる、この染み出てくる自然な感情、それをそのまま出して愚痴っている姿、これを私たちは音質と呼んでいます。はい、英語ではそのまま恨み、妬み、 hatred and jealousy って表現されるらしいんですけど、音質で通じるらしいですよ。はい、よく誤解されやすいんですけれど、絶対に対話は必要なんです。私たちは対話をする集まりですから。ただ、自分はすごく真っ当なことを言っているつもりになっている。この音質の怖さというのは、自分は真っ当だと思っているその感情に乗っかってくるものなんだということ。本当の怖さは、自分が一番見破りにくい自分の感情の中に潜むから怖い。誰もが音質はダメだってことは理屈ではわかっているわけよ。人の音質もよく見える。だけど自分の心の影に気がつく人は少ない。うん、さすが音質マイスター。スペシャリストね。まあどっちでもいいんだけど、よくどっちがいい、どっちが悪いで捉えることって多いんだけど、音質っていうのは実は自分の影の話をしているんだよってとこ。うん、自分の影ね。そう、自分そのものを指している。この人にあんなこと言われた、こんなこと言われた、なんでこの人はこうなんだって、そう思う真っ当な理由はいくらでも思いつくんだけど、はい、そこにブレてしまう自分の心の影だってことに気づく人は少ないの。うん、
それはどういうこと？その感情を引き起こした元々の出来事ってあるでしょ？縁となっているもの。その縁に自分の因が反射することで表に姿形になって見えているんだよってこと。何か自分にとってこうムッとしたり苦しむ出来事が起きたりすると、その出来事そのもの、あるいは苦しみを与えている相手がどれだけ悪いかっていうところに目が行きがちなんだけど、絶対にここを忘れちゃいけないのが、出来事に対してそのような愚痴となって表に出す自分の因っていうのが必ず隠されているんだよってこと。はい、なるほどね。つまり本当の問題は、相手がどんだけ悪いかどうかっていうことよりも、自分の因がその自分の感情を出してきて苦しめてんだよっていう自分の苦しみの本体を知ること。だから音質は自分の影、自分そのものが投影されているだけなんだよってこと。なるほど。そういう感情としか出せない命の弱さが音質に引っ張られてしまうってことだね。音質しないよって簡単に言うけどさ、音質って自分の弱さにひっついて姿形に変わっているからわからないんだ。だから自分の中から湧き出るネガティブな感情に簡単に持っていかれちゃうんだよ。人はいとも簡単に自分の心の影に支配されてしまうんだ。つまり自分の人間革命し続けることが自分をその魔の命から守ることにもなるんだよ。以上でございます。はい、音質マエストロでした。ご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語で総括でした。またね。